新しくなった Adobe カメラロー7についてご説明します。Photoshop のバージョンが CS6 にアップするとともに、ロー画像の処理プラグインである Adobe カメラローのバージョンも7にアップしました。では Adobe カメラロー7で強化された機能についてご紹介していきましょう。ご覧の画面には AdobeBridgeCS6 が開いています。これらの写真をすて選択しますなお このように、ロウ画像だけではなく、JPEG の画像も含まれていることにもご注目ください。では、カメラローで開くをクリックします。カメラロー7で選択した四つの画像が開きました。画面がフルスクリーンになっていない場合は、フルスクリーンモードに切り替えをクリックして、カメラロー7をフルスクリーンで開きます。左側のフィルムストリップビューに選択した四つの画像があり、 クリックで切り替えることができます。カメラローは、撮影した生の画像データであるロー画像を処理するためのソフトですが、このように、現像済みの JPEG の画像データも処理することができます。さて、こちらの画像に切り替えます。カメラロー7の強化点として、まず挙げておきたいのが、カメラキャリブレーションの処理エンジンが変わったことです。 カメラキャリブレーションのタブをクリックして開きます。処理のリストが2012、現在となっています。処理エンジンが新しくなったことで、ロー画像の現像処理がさらに改善されました。以前のバージョンでは2010を用いていました。切り替えてみます。ご覧のように、以前のバージョンを選ぶと、画像が少し薄暗く変化しました。なお、ウィンドウの右下に、 エクスクラメーションマークが表示されていますこれをクリックすることで最新の処理エンジンである2012に切り替えることができますカメラキャリブレーションの処理エンジンが変更されたことにより基本補正の設定項目も改善されましたご覧のように露光量、コントラスト、ハイライト、シャドウ、白レベル、黒レベルといったスライダーが用意されていますカメラキャリブレーションに戻り 処理を2010に変更してみます基本補正を開きます2010では、露光量、白飛び軽減、補助高効果、黒レベル、明るさ、コントラストとなっていますこのスライダーのセットに馴染んだユーザーにとっては使いやすいかもしれませんが経験の少ないユーザーにはスライダーの名称や並び順に若干の違和感があるかもしれません エクスクラメーションマークをクリックして、処理エンジンを2012に戻します。設定項目がシンプルで明確な名称になり、ハイライトとシャドウ、白レベルと黒レベルと対比する設定項目が順番に表示され、わかりやすくなりました。さて、これらのスライダーを左右にドラッグすることで、ロー画像の基本補正を行います。上部のヒストグラムを確認すると、このように、 ハイライト側にはピクセルがほとんど使われていないことがわかります。ドキュメントウィンドウで画像の変化を確認しながら露光量を上げます。ヒストグラムを確認するとシャドウからハイライトにわたってピクセルが行き渡りこれだけでかなり画像の状態が改善していることがわかります。コントラストを少し上げて 画像にメリハリを与えますご覧のようになりましたそしてハイライトとシャドウ白レベルと黒レベルを調整しますこれらのスライダーはカメラロー7により新しくなったものです例えばハイライトを上げると画像が明るくなりますヒストグラムでハイライトクリッピング警告をクリックしてみます今回の例では ほとんど白飛びでクリッピングされる領域はないようです。スライダーのつまみをダブルクリックして値をリセットします。今度は、白レベルのスライダーを上げてみましょう。ハイライトと同様に画像が明るくなりますが、今回の例では、ハイライトよりもより多くの領域が白飛びし、クリッピングされるようになりました。 スライダーのつまみをダブルクリックして値をリセットしますヒストグラムで再びハイライトクリッピング警告をクリックして解除します今度はシャドウのスライダーを下げてみますヒストグラムでシャドウクリッピング警告をクリックしてみます例えば女性の髪の一部分などがシャドウでクリッピングされることがわかりますスライダーのつまみをダブルクリックして値をリセットします 今度は黒レベルのスライダーを下げてみましょう。シャドウと同様に画像が暗くなりますが、今回の例ではシャドウよりもより多くの領域が黒くつぶれ、クリッピングされるようになりました。スライダーのつまみをダブルクリックして値をリセットし、シャドウクリッピング警告も解除します。フィルムストリップで、 グレースケールのバーの画像をクリックして画像を切り替えてみましょうこちらを使って試してみます例えばハイライトのスライダーを動かしてみますするとハイライトの領域に存在するピクセルにディテールが与えられピクセルの分布が引き伸ばされていることがわかりますそれに対して白レベルのスライダーは ハイライトのピクセルにディテールを与えることなく、シンプルにその位置がシフトします。これによって、より直接的な作用がハイライトへと及ぼされていたのです。同様に、シャドウのスライダーを動かしてみます。すると、シャドウの領域に存在するピクセルにディテールが与えられ、ピクセルの分布が引き伸ばされています。 それに対して、黒レベルのスライダーは、シャドウのピクセルにディテールを与えることなく、シンプルにその位置がシフトします。やはり、シャドウのピクセルに対する直接的な作用が及ぼされることがわかります。元の画像に戻ります。このように、ハイライトと白レベル、シャドウと黒レベルは、それぞれ同様の効果を施すように見えますが、 その作用の仕方が異なりますので、補正する画像や得たい結果を考慮して使い分けるようにします。今回は、ハイライトとシャドウのスライダーを持ち上げます。さらに、画像全体が程よく明るい印象になり、シャドウのディテールも引き出されました。プレビューのチェックを切り替えて確認します。このように、かなり画像が改善されたことがわかります。 さて、カメラロー七ではトーンカーブの使い方も改善されています。画像を切り替えます。トーンカーブのタブを開きます。カメラロー七ではフォトショップと同様のトーンカーブの使い方が提供されています。ポイントタブを開きます。カーブにポイントを追加して画像の補正を行うことができます。カメラロー七では。 新たにチャンネルごとのトーンカーブの設定が行えるようになりましたチャンネルのリストを開きグリーンを選択してみますグリーンのチャンネル用のトーンカーブが設定できるようになりました例えばシャドウ部分を少し持ち上げるようにトーンカーブを変化させてみましょうこのように影になっていた芝の緑を明るくすることができました さてもう一点、カメラローセブンで改善された点をご紹介しましょう。画像を切り替えます。カメラローセブンでは、補正ブラシのスライダーも一新されました。補正ブラシを選択します。カメラローセブンでは、新しくハイライトやシャドウ、ノイズ軽減やモアレ軽減といった調整も行えるようになっています。モデルの女性の顔の部分を拡大します。 女性の顔の片側は暗く沈んでいます。補正ブラシのサイズを整えます。右大括弧キー、あるいは左大括弧キーを押すと、補正ブラシ全体のサイズが調整できます。シフトキーを押しながら、右大括弧キー、あるいは左大括弧キーを押すと、ぼかしのサイズが調整できます。シャドウを上げます。 女性の顔全体を補正ブラシで塗ります。ご覧のように、顔の片側に偏っていたシャドウを引き上げることができました。さらに明瞭度を下げてみましょう。肌の質感を柔らかくすることができました。今回の例はここまでとします。 以上のように Adobe カメラローでは数々のツールに改良が加えられさらに使いやすく進化しより適正な状態の画像へと補正することが可能になりました。